ダラティクロージングチャンネルです。で、今回はフランス軍 F2 ジャケットです。で、この前に、M64 とか、あるんですけど、それ自体よりもこうちょっとその後に出たタイプですね。これやっぱり本当すごいフランス軍なんで着やすいし、まあ、形もそう、ディティールも本当こう縫製も含めて時間が経てば経つほどこう風合いも変わってくるいいタイプのジャケットです。で、これディティール紹介、ここにポケットついてて、まあ、左右こっちにもついてます。やっぱこうミリタリーの場合わざわざここにこう作るみたいな、ポケットここに作るって、まあ、結構コスト考えたら大変だよみたいな、今だとこうポケットいっぱい除去して何でもいいみたいな服も結構多いんですけど、もうとりあえずこう機能性を第一に考えて、そうで、これボタンでポケット、まあこう若干穴ありますけど使いやすいポケットがあります。で、このディティールで言うと、ここでこれ、こういうのがついてるんですよ。で、ごめんなさい、これちょっとボタンがないんですけど、ここ止めて、要はここに直接風が当たらないような、ここまで考えてやってるんです。面白いです。で、これ自体使わないときは閉まってもらって、ボタンをするタイプですね。で、これボタンはちょっと変わってます。多分ここ付け替えてますね。で、こうボタン1個欠損で、ここ1個割れちゃってます。なんでこう、まあ、お値段はお安くって感じなんですけども、これもねすごいこう着やすい。で、ここにちょっとこうゴムがついたりする感じですね。だからこう結構締めて着るとちょっとフォルムが変わる感じだったりもするんで、面白い着方ができる、いろんな着方ができる、単純にかっこいいですよね。で、こうフランス軍の洋服はこう中の縫製とかもこうひっくり返してみると、もうそのままでも着れるんじゃないかぐらい綺麗な縫製で、なんかもう糸がほつれてるとかそういうのも少ないです。いいっすよね、これ。かっこいい。で、まあこうリブとかもちょっと、使用感はあるんですけど、まあ、ペンキもそうですね。でもこれは、まあ、僕なんかこういうのが好みなんで、こういうのはこういうのですごくかっこいいと思うんで、結構こういう風に着るのもいいですかね。ちょっとダブッと、ちょっと大きめなんでこれは L 表記にしておきます。ぜひご検討ください。かっこいいっすよ。